はい、高橋丈太郎でございます。昨日ですね、ちょっと昨日ですね、これ、おとといになってますね。忘れてたんですね。ちょっとメモしといてですね。3億円事件ですね。これ全部フェイク、嘘だと思うんですよね。それずっと私結構ですね、長いことですね、思ってましてですね。こういうなんかもう、なんですかね、世間を こうやって騒がせるやつですね。最近の京王線のがね、いっぱい出てますよね。管理人のぼやきラジオさんとかね。大和ピュアラブさんは違うって言ってましたけどね。いや、でもまあ、京王線のはね、もうみんな乗ってるからですね。あと、相模原のね、津久井やまゆり園のね、とかですね、ヤマトのやつとかですね、あと、あれですね、なんとか真理の今日のやつですね、あれもまあ全部嘘だっていう感じですね、載ってますよね。それからまあ一番、まあもっと古代からね、何でもそうなんですけどね、古代からね、古代からね、よくね、電気自動車の話とかね、1800年ですかね、1800年か1900年かね、そういうのもいっぱい出てくるしですね、明治維新の話もいっぱい出てきますしね、もういろいろ出てくるわけですよね、もうね、江戸時代はなかったとかね、徳川家康は朝鮮人だったとか、もういくらでも載ってますのでね、もうだから別にどうってことないんですけれども、あ、そうですね、あれですね、あれだ、なんだっけね、視聴率ナンバーワンのですね、なんでしたっけ、浅間山荘事件ですね、あれがまあ全部嘘ですよね、っていうか演劇ですよね。だからですね、こういうやつね、みんなそうなんじゃないかなって、こうね、あとどういうのがあるんですかね、まあいろいろね、出てますよね。もういろいろ出てるのでですね。まあ別に私がごちゃごちゃ言う必要もないんですけど、3億円事件は全部嘘のような気がしますね、これね。おかしいですよね。この銀行振込っていう、現金から銀行、振込になったと言っていたっていうこの事件が、コメントがですね、いろいろ、あれもこれも載ってますね、最近ね。これいろいろ出てくるんですね、こうやってね。こうやって出てくるんです。これすごいな、これ。あ、ここまでですね。ここまで出てくるんで、まあ、この世の中ですね。まあ、仮想現実とかですね、そういう話もいっぱい出てますね。時間は存在しないとかですね。アインシュタインは全部嘘とかね、いっぱい載ってるのですね。インターネットに載ってますよね。だから、まあ、フラットアースはわからないですけどね。フラットアースはわからないですけどもね。フラットアースの方もたくさんいろんな話してますよね。はい。ということでですね、この3億円事件はね、全部嘘じゃったと思いますね、私は。なんか、リツイートが増えてますね。まあ、この銀行っていう、ね。銀行がね、だから通貨発行権ですね。通貨発行権。通貨発行権ね、お金っていう、まあお金っていうものがですね、悪いかどうかがわからないんですけどね。まあ一応ですね、お金っていうものはですね、やっぱり大事にした方がいいっていう、考えでですね、それは私はこう、やっぱ今の現状のこの社会ではですね、受け入れないといけないのかなと思ってですね、そのように努力してんですけれども、まあ、そのお金の歴史もですね、そんな長い間ではないっていうことで、もう何回も何回も録音してますけれどもですね、まあ、通貨発行権、お金はただの紙っていうことでですね、お金を自由にすれる人がいるっていうことですよね。自由にすれるわけですね。あと、まあ、電子情報なんで、どのようにでもできるということですね。ノートパソコン1台あれば、どのようにでもできるっていうことでですね、今までですね、もう山のように録音させて、してきたんですけれども、はい、
3億円事件ですね。これはフェイクだと思いますね、私はね。でそういうのがですね、暴いてんのが、小島一郎 JL 不安ですね。小島一郎 JL 不安ってもう何回も言ってますけどね。大和ピュアラブさんとかですね、大和ピュアラブさん、ラッキーデタラメ放送局、ラッキーデタラメ放送局ですね。その他ですね、いろいろあると思いますのでですね、アキラボーイさんもね、たくさんやってくださってますしね、カメちゃんのセカウラ希望塾とか、2040さんとかですね、イビユーイチローさんとかですね、超次元霊ライブとかですね、いっぱいあると思います。ナルトさんとかですね、神社飯さんとかですね、何がね、どうなんでしょうかということでですね、いろんな方にですね、お尋ねしていただけたらなと思いますね。小島一郎 JL 不安さんね、いいですよね。はい、そんな感じでありがとうございました。失礼します。